はい、こんにちは、ブルーホースです。いつもね、バイオハザード4やっていきましょう。いやー、みんなね、筋トレやった方がいいよ、マジで。うん、思った。本当に筋トレやった方がいいと思った。その4月からね、再開してますっていう話をさせてもらったことがあると思うんですけど、筋トレやった、2020年の年末に、僕は筋トレを、筋トレじゃない、ジムに通うのをやめたんですよ。ジムに通うのをやめて。でね、その時から通ってた人っていうのが、久々に通ってたら、あ、まだこの同じ時間帯でいるんだっていう人がいらっしゃって、で、まあ、40代半ばくらいですかね。40代半ばくらいの、まあ、中年の、で、まあ、ちょっと身長の低い感じの人だったんですけど、格好がね、なんて言ったらいいんだろうな、見た目は、そうだな、もうちょっとサイズを小さくした、レイザーラモン RG みたいな感じの人なんですけど、もともとが、なんか、バンダナを、頭にくるっと巻いて、湘南の風とかにもなんかそういうタイプの人いるじゃないですか。そんな感じで、だったんですけど、なんかね、これね、いつもね、タブと Q を間違えちゃうっていう。で、バンダナを巻いてるっていう感じの人だったんですけど、なんかね、久々に見たらね、両サイド完全に刈り上げて、で、真ん中の髪の毛を全部こう後ろに持ってきて、で後ろでくくるっていう、もう完全にヤンキースタイルみたいな、だからベルゼバブに出てくる高宮みたいな髪型、だから一見おとなしそうに見えるけど、髪をクーってかき上げたらもう完全なるね、もうなんかヤンキースタイルが完成みたいな、そんなタイプの人だったんです。まあ、全然その人自身はすごい穏やかな顔されてらっしゃるので、全然ヤンキーじゃないですけど、髪型だけすごい活かすっていう感じで、で、まあ、確かに、なんだろうな、見た目も変わってたんですよね。まあ、そこそこにごつくなってるというか、そんな感じがしてたんで、なるほどなと思って。やっぱり人って、その見た目とか体型とかっていうのが変わってくると、自信がちゃんと湧いて、で、やっぱり自分のね、なんかちょっとこう、試してみたいなっていう、そういうのになんか変わることができたんだなと思ったら、やっぱ筋トレって大事だなって思ったよね。だから僕もやっぱり筋トレをして、そのまあまだまだはね、肉体改造中なんで、お腹ぷよぷよとかしてますけど、でもやっぱり胸とかね、腕とかがちょっと太くなってきたら、なんか半袖とかで外出まうらい出歩くのとかね、そんなになんか億劫じゃなくなってきたもんね。そういう意味でやっぱりね、筋トレっていう肉体改造っていうのがすごい大事だなっていうのは思いましたね。あれお前燃えてなかったのかね。手っ取り早くやっぱり自信をつけるってなったら、だからその、なんだろうな、筋トレをやってメンタル良くなります。これはないと思う。これは僕がその全然メンタル強くなった気がしない。いっぱいいる。やべ。そう。メンタル強くなった気っていうのが全然しないから、それはね、多分ね、嘘だと思う。ぶっちゃけ人によるっていうのは正直なところじゃないかなと。いつもこういう、なりふり構わずこう、巻き込むよね。これでダイナマイツを、打てねえ。まあいいや。まあ結果をやって、そういうのがあるからな。うわぁ、いっぱいいるね。ああ、なんかすごい仲良く滑って利用してきた。ティッ。ああ、仲良かったね。見た目は違うけど。まだいる。えっ、バロイチクシュイ。スリー。もう倒さなくていいんじゃないか、これね。すぐそこ、あ、でもそっか、鍵をつけたりなんだりとかしてる間に入ってくるかもしれない。ちょっと始末しとかないといけないのか。後ろによく見たらお城が栄えてますね。
2。 OK、 じゃあこれで、軌道横ンドラ差しして、これで戻っていきましょうか。はい、そっか、そんな忘れた、戻る時にあいついるんだった、倒さなきゃいけないんだった、そうそうだ、巨漢、巨根、巨漢で背中から巨根が入るやつ、うん背中から巨根、これが本当の騎乗位ってやつだよね何を言っとんねん。いやマジでね、あの筋トレはね、本当ね、やっぱ自分の人生観をね、恐ろしく変えてくれるものになるんで、ぜひねそこは鍛えていただけたらなと思いますね。まああとはね、やっぱりね、筋トレ人生変えてくれるよね。あと、うん、面白かったのが、なんだろうな、あの自分のそのなんかさ、いまいちさ、なんていうの、学習能力とかさ、その勉強に関する情報とかっていうのってさ、なんか自分でさ、ここまでできましたとかとかできるようになったってもさ、なかなかそのいざじゃあ実践で使うってなるとさ、なんか頭の中で整理しきれなくてさ、イメージアウトプットできませんでしたっていうことってあるじゃないですか。筋トレってやればやるだけ確実にその積み重なっていくものがあるから、だからそういう意味でいくと、うん、一番ね、自分のその成長具合とか成長度合いとかっていうのを測るためにはすごいね、大事になってくると思うんで、ね、もう毎回バイオ、これをね、僕のやつを見るたびに筋トレせえ筋トレせえって言われたら、ちょっと視聴者の皆さんもね、うんざりされるかもしれないですけど、いや、ほんと、びっくりした、本当にね、あの筋トレはした方がいいっすよということでね、ちょっと巨根と戦う前にどんなものがあるのかなんだけど、なんか買っといた方が良さげなものは、まあライフルはいらないかな、うん、まあちょっとスピネルクラブね、売っといてもいいかもしれない、うん、ね、さてさ、うん、そう、あとね、すごいね、腹立つっていうかね、なんだろうな、あの時々僕タバコダメっすみたいな話すると思うんですけどね、タバコ喫煙者って、あれ頭何考えてんだろうなって思うんだよね。喫煙者マジでふざけんなって思うんですよね。ちょっとこうまた今回荒れるよ、マジで荒れられる。あの喫煙者、その僕が住んでる地域って、その基本的にというか、あの喫煙 NG 区域なんですよ、うん、で吸ったら罰金いくらって、まあ、ところがその市全域じゃなくって、市の中でもこの箇所とこの箇所とこの箇所でもしあのタバコ吸ったら罰金取りますよみたいな感じになってるんで、だから全面禁止区域ではあるんだけど、罰金を取れる地域っていうのは限定的ですみたいな、なんでそんな中途半端なことするんだろうなと思って、でしかもそれってなんか行政の話だから、警察とかに訴えても取り締まれないんですよね。だからなんかそのタバコのなんかそういう係員じゃない、係員という言い方変化になっている人を通してじゃないとなんか取れないみたいなんで、まあ、罰金って言っても2000円程度なんでね、2000円あったらまあタバコ、まあ、3箱4箱分くらいしかないんですかね、まあ、その程度の罰金だったらまあ吸いたい時に吸うわなっていう話だと思うんですけど、いやそれでもさ、冷静に考えてごらんなさいよっていう話を、まあ、これタバコに限らず、例えばそのゴミとかもですけど、ゴミとかはさ、その路上とかさ、その土とかさ、川とかにポイって捨てるじゃないですか。その川を、まあ、浄水はせど、結局は、その、僕らの体内に最終的に持ってこられるものになるわけじゃないですか。うん、でそれを飲み続けた人間から生まれてくる子供ってどうなの？たら汚染だらけなんですよ。だからその影響もあってかどうか分かんないし、一部にはその携帯電話の微弱な電波のせいで影響が及ぼされてるかもしれないっていう話なんですけど、男 の, その精子っていうのが20年前とか30年前と比べるとなんかね、半数に減ってるっていう話らしいんですよね、うん、それはやっぱりその今の汚染された環境の中で我々が過ごしているせいで、まあ影響があってとかっていうのがあるから、タバコとかさ吸うじゃん、
完全に環境にも体にも悪影響が及ぼされるわけですよね。でしかもそいつらさ、ポイ捨てするじゃん。でポイ捨てしてさ、それがさ、なんか悪影響になって、あのそのゴミうんぬんとかになってさ、よりまたなってくるわけだから、だから自業自得なんだよね。でさ、タバコ吸うやつにも人権をとかって言うけど、残念ながらタバコを吸うやつ やつらっていうくくりで見られるから、タバコを吸うやつが肩身狭いですよねって言うんだったら、それはそれを制限するやつじゃなくて、I forgot something. You guys go on ahead. タバコを吸うやつに言うべきなんですよ。意味わかります？だってさ、例えば何かの会社に所属して仕事してます、でそこでポカやりますってなったら、そのポカをやった人たちじゃなくて、この会社って使えねえなっていうレッテルを貼られるわけですよ。とか、例えばブルーホース家の、まあ、子供が挨拶できない子だったとしたら、ブルーホース家ってそういう教育をやってんだなっていうレッテルを貼られるわけですよ。だからタバコを吸ってるやつがポイ捨てをしますとか、喫煙しちゃいけないところで喫煙しますとかっていうのをやると、あ、タバコ吸うやつらってそういう集まりなんだなって見られるんですよ。だからそうならないために、タバコ吸ってるやつらが自由に吸いたいとか、どこでも彼でもやりたいっていうことであれば、あの普通にやってくれてもいいんですけど、それで後ろ指刺されたくなかったとしたら、タバコ吸ってるやつら同士でなんとかせよっていう話になる。そこはやっぱ勘違いしない、しちゃいけない。僕らタバコ吸わない、まあタバコ大嫌いな人間がどうこうしてるっていう話じゃないですよ。タバコが、まあ、どうこうしてるのはそういう人たちかもしれないですけれども、結果それを招いているのは僕らがこうしてほしい、ああしてほしいじゃなくて、そういうレッテルを貼られ続けているタバコ吸ってるやつのせいだから、自業自得だよね。だったらそうされしてほしくない、もっと自由をとか人権をみたいな、まあ、人権あるかっていうのは知らないけど、どう悪く言うからこの世からいなくなってほしいと言ってるからね。悪影響しかないから、それタバコ税納めてるんだとか言ってるけど、タバコ税そんなビビタもあってもなくても、結局消費税賄われるような程度のもんなんか威張るって腐るなと思うからね。だから、心を吸わないやつら、ルールを決めてるやつらに矢印を向けるんじゃなくて、だったらルールもうちょっと緩和しようかとかっていう風な風潮になるためのタバコ吸ってる悪影響ばかり与えてるやつらの He said, I have no love for Las Plagas or this stupid cult. I want out. I just want peace and quiet again. I ordered him to bring me a master plaga specimen, a sample for evidence. 人たちこれ欲しい。Looks like he's one of the few people whom Sadler actually trusts. Tracking him down and getting my hands on the sample shouldn't be difficult. I doubt the cult will take kindly to his escape, though. I'll have to guide this along if I want it to go smoothly. だんだんなお金払って寿命を縮めようとするんだろうね。不思議な話だよね。タバコ吸うとイライラがなくなるとかって言うけど、タバコ吸うからイライラするんだよね。バカだよね。ということでね。本パートは以上とさせていただきますんで、この辺りで。チャプタークリアしたからね。お疲れ様でした。さよなら。